オフリドこと修道院前系修道院内の聖ナウム教会聖ナウム修道院は北マケドニア共和国のオフリドにある東方聖教会の修道院。この修道院を起こした中世の聖人ナウムにちなんで名付けられた。ナウム市街地の2 9トル南のオフリドこ沿いにありアルバニアとの国境線に隣接している。修道院は セーナウムにより905年のブルガリア帝国の時代に開設され、海祖のセーナウムは910年にこの修道院内の教会に埋葬された。この教会はオスマン帝国領であった時代に破壊された後、16世紀から17世紀に再建されたものが現在見られるものである。1912年から1928年6月まで修道院のある土地はアルバニア領であった。 その後、アルバニア大統領ゾグル一世により、アルバニアとユーゴスラビアの友好の印として、修道院のある土地はユーゴスラビアに割上された。中世より多くの巡礼者が訪れる地であるとともに、現在はマケドニア共和国内の著名な観光地である。ありがとうございます。